皆さん写真ライフ楽しんでますか？先日ですね、誰でも簡単に写真を、自分が撮った写真をフィルム風にですね、現像できるソフトですね、デハンサーというものをご紹介していったんですけども、今回はですね、このデハンサー、実は動画でも使うことができるので、この動画でどういう風に使っていくのか、どういう風に変わっていくのかっていうところをよかったら参考にしてみていただけたらと思います。動画撮ってみて、ラットとか当ててみたい、でも難しそうだな、なんか手軽にできるものないかなっていう方はよかったら参考にしてみていただけたらと思います。これですね、デハンサーというものを適用するだけで、いろんなですね、まあ、コダックとかですね、富士フイルムとか、いろんな色味にですね、変更することができますし、細かくですね、バーを調整して自分好みにですね、変えていくことも全然できますので、こういったものをですね、簡単に活用して、おしゃれなですね、動画を作ってみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。で、早速やっていきましょう。はい、今回ですね、先日ご紹介しましたデハンサー、こちらがですね、ライトルームで使った場合にこういったものをこういった風に写真をですね、フィルム風に変更できるものがあります。他にもですね、フォトショップで使えたりとか、キャプチャーワンで使えたりとかですね、まあ、自分が使っているソフトに合わせてこういったプラグインを使って簡単にですね、フィルム風の写真に仕上げることができます。さらに言うと、このですね、デハンサーっていうものはですね、動画でも使うことができますので、動画用のですね、このデハンサーダウンロードしていただいて使っていただくとですね、まあ、簡単に動画をですね、こういう風にですね、変更することができます。はい、フィルム風にですね、いろいろ変更して、コダックとか富士フイルムとか、いろんな種類めちゃくちゃいっぱいあるので、こういったちょっとフィルム風の雰囲気に仕上げたいなって方は、ぜひですね、使ってみていただけたらと思います。めちゃくちゃいっぱいあるので、その中から、まあ、こういう雰囲気が好きとか、こういう雰囲気が好きとか、さらにこういう風にいろいろいじっていくと自分好みになるとかですね、いろんなバーを動かして自分好みに仕上げていってみていただけたらと思います。特にですね、動画なんかはラットなんかですね、自分で作るのすごく難しいと思いますし、買ってくるにしても高価なものだったりとかもします。ただこのデハンサーはですね、一つのソフトの中にめちゃくちゃいっぱいですね、いろんな色味のラットが入ってますので、これ一つをですね、使っていただくことでいろんな雰囲気にですね、仕上げることもできますので、こういったデハンサーですね、今回ですね、私が使っているファイナルカットプロでのご紹介になるんですけども、他にもですね、プレミアプロだったり、ダヴィンチリゾルブだったり、専用のですね、ものがあるので、自分が使っているソフトに合わせてですね、まあ、適用させて使ってみていただけたらと思います。じゃあ実際に動画にこれをですね、反映させるとどんな雰囲気になるのかっていうところをですね、よかったらこちらの映像をご覧いただけたらと思います。Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go.I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.こういう風にですね、簡単に色味をですね、適用させて使うことができます。これもですね、もう本当にいろんなバーを動かして細かくやることもできるんですけども、まあテンプレートみたいな感じでポンポンとですね、載せてそれをそのまま使っていただいても全然 OK かと思いますし、いろんなですね、項目があって、この項目は適用しないとかするとかですね、そのオンオフもすることによって、まあ簡単に手軽にですね、まあ、誰でもこういったラットを使った映像のですね、色編集なんかもすることができるので、よかったら試してみていただ
ただけたらと思っております。で、ライトルームとか使ってて写真とかでも適用してみたいなって方、ライトルームとかフォトショップとかですね、まあ、キャプチャーワンとかそういったところの専用のソフトもあるので、その辺もですね、まあ、確認してみていただけたらと思います。で、下の概要欄の方に特別なですね 10% オフクーポンっていうのも今回ですね、まあ、いただきましたので、それでですね、まあ、購入していただくとですね 10% オフで購入することもできるので、そういったですねちょっと安く買えるクーポンなんかもですね活用してみていただけたらと思っております。で、この動画でいいなって思ってくれた人はですね、このサイトに飛んでいただくとですね、まあ、無料トライアルでですね、これを実際に使ってみて、自分がですね実際に撮った写真とか動画に適用してどういった風に変わるのかっていうところもですね、実際に自分で使ってみていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、まあ、このデハンサーのファイナルカット版を、まあ、ダウンロードしました。じゃあどういう風に使っていくのかっていうのをこの後ですねちょっとやっていきたいと思ってますので、チュートリアル的にですね、この項目は何なの、こういった項目どういう風に使っていくのっていうところをですね、よかったらまあ購入した後とか、この無料トライアル版をダウンロードした後ですね、まあ、見ていただいて参考にしてみていただけたらと思います。どうしてもですね全部英語なので、なかなかですねこう使い方が難しかったりする部分もあると思うんですけども、どういった機能なのかっていうところをですね、まあ、お話ししていきたいと思ってますので、ここをどう動かすどういう風に変わっていくのかっていうところをですね、まあ、購入前でもいいですし、購入した後でもですね確認してみていただけたらと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、それではですね、実際にファイナルカットプロでどういう風に使っていくのかっていうところをやっていきたいと思います。ファイナルカットプロを起動していただいて、まあ、こういう風にファイルがあったらここに出しますよね。で、今ここの直接ファイルに適用してもらってもいいんですけども、まあ、私の場合はこういう風にですね、アジャストレイヤーっていうものを使って別々のレイヤーとして扱っていきたいと思っております。まあ、これは自由なのでどちらでもいいと思います。はい、こちらのですね、アジャストレイヤーの方に適用していきたいと思うんですけども、ここのですね、エフェクトのところにデハンサープロ V2 というのがですね、こうできていますので、ダウンロードしていただくとですね、これをここのアジャストレイヤーのところに適用していただく。もしくはこのファイルですね、実際の映像の方に適用していただく。どちらかになりますので、まあ、好きな方を選んでやってみていただけたらと思います。こちらの方に今デハンサープロ V2 がですね適用されております。で、まあ、軽くノイズが乗るように、これはですねフィルムっぽくなるように設定されているものなので、ここはですね、まあ、別にいらなければ、下の方にですね、はい、このフィルムグレインっていうのをですねチェック外してもらえれば普通に綺麗な映像にすることができます。ここは好みになってますね。で、上から順にちょっと説明していきたいと思ってます。で、ここのソースのところなんですけども、通常ここはですねログとかローとかで撮っていない普通のですね映像の場合はこのレック709でいいと思います。あとはですねログとかローとかで撮っている場合はこの辺のですねシネオンフィルムログっていうのをですね使っていただく、もしくはですねこうチョイスカメラだと思うんですけども、ここからですねカメラをメーカー選んでいただいて、ソニーとかですねカメラ、撮ってるのか74ですね。で、フォーマットがログとかだったらこの辺から選んでいただくっていう形になります。はい、今回は、こちらの特に選ばずにですね、まあ、簡単にできるログとかで撮った分ですね、こちらは HLG で撮ってるので、このシネオンフィルムログっていうのを使っていきたいと思います。まあ、普通の映像の場合はこのレック709でもいいかと思いますので、まあ、いじっていただいて最初にこの色味がいいなってところで選んでいただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で、ここを選べないので、ここをですねチョイスカメラにしていただくと選べるようになります。で、エクスポージャーコンプっていうところですね。はい、ここが露出補正になってますので、露出をここで調節することができます。これはまあ、プラゼロでいいかなってところですね。で、ここのテンプレージャーコンプっていうのが、色温度ですね。こっちにするとオレンジ、こっちにすると青っぽくなるので、こういうふうにしておきましょうか。ちょっとオレンジ強く、もうちょっと緩めでいいかな。はい、こんなもんですね。で、ティントコンプ、これがですね色合いですね、紫と緑のこの色合いのところですね。はい、紫っぽくで緑っぽく色合いのところになってます。この辺もこう調節して、こんな感じでいいですかね。で、このディフリンジですね、ディフリンジラディウスかな、これがフリンジ除去
になってるかと思います。ディフリンジの方かな。エッジの色収差っていうのをですね、まあ、こう軽減するというか、ここをコントロールする、除去するっていうですね、ものになっております。ここは実際にこういうふうに扱ってみて、なんか変わらないなっていう場合はそのままでいいと思います。でこの辺は後から出てくるですね、ブルームとか、あとはハレーションっていうですね、効果のところにもですね、ちょっと影響したりするので、最初はここですね、まあ、触らずにやってみていただけたらと思います。ここか、ここを触らないとできないのか、はい、っていう感じですね。で次はここのフィルムデベロッパーですね。ここはコントラストブース、あ、ここのですねチェックをつけると違いが分かります。コントラストブースト、ガンマコレクション、なんかコレクション、ガンマコレクションだよね、なんかアルファベットおかしいですけど、ガンマコレクション、カラーサチュレーションですね。でカラーブースト、こんなもんですか、うん、はい。でここのフィルムのところですね、フィルムのところでいろんなコダックとか、ここ最初に扱った方がいいかもしれないですね。はい、最初にここをやってからいろいろ変更していくといいかと思います。今回はコダックのウルトラマックス400っていうのにしていきましょうか。でプッシュプル、ここも EV ですね、まあ、光の影響、このコダックに設計をした時のこの光の影響力っていうところですね、はい。まあ、ここはもうプラマイゼロでいいと思います。で、フィルムコンプレーション、ここも適用して、ハイライトの部分のあんまりここ変わらないですね。ホワイトポイント、まあ、あんまり変わらない。階調範囲ですね、ここが階調範囲、これぐらいにしておきましょうか。カラーディスティニー、カラーディスティニー、色濃度ですね、色濃度、あまり変わらないのでこのままでいいかと思います。はい、これわざわざ全部いじらなくていいですからね。はい、まずはここ簡単にどういうものなのかっていうところをやっていきたいと思ってます。エクスパンド、カラースペースに関してブラックポイントとホワイトポイントを個別に手動でできるということで、まあ、暗くするのか明るくするのかですね。でホワイトポイント、ここもあんまりいじらなくていいと思います。プリント、印刷のところなので別にここは飛ばしていいと思いますね。カラーヘッド、カラーヘッド、黄色、青、マゼンタ、グリーン、シアンレッドのこの辺の色味を変える、ここを適用すると色味を変えることができます。このくらい、マゼンタ、このくらい、このくらい、シャドウのトーンですね、ミッドナイトトーン、ハイライトトーン、プレサーバーエクスポージャー、インパクト、まあ、この辺で別にまあこの辺も触らなくてもいいと思います。でフィルムグレインですね、ここはノイズですね、ノイズを乗せるか、フィルムっぽいノイズを乗せるかってところですね。あと量だと思います、ここですね、はい、好きなのを選んでみてください。あとはハレーションですね、ハレーション、まあ、ここじゃちょっと適用してどうかっていうところが分かりにくいかと思う。明るい光源の周囲の局所的な赤オレンジ色のエッジとして見えるフィルム効果みたいなですね、光源の部分が局所的にオレンジ色に見える部分を、まあ、追加するかしないかってところですね、はい。でブルームっていうところが、ここもちょっと分かりにくいか、分かりますかね、ブラックミストみたいな効果がちょっとあるので、ブラックミストみたいな効果をちょっと追加したいなって時はこれを使ってみるといいかと思います。はい、フィルムダメージ、フィルムにはホコリ、髪の毛、汚れなどのダメージが現れます。自然な汚れ、まあ、自然な汚れをですね、まあ、ここに入れるものがフィルムダメージですね。適用して周辺原稿をこうですねコントロールすることができます。でサイズを変えたりとか、フェザー中心部分を変えるかな、まあ、この辺は実際に使ってみていただいた方が分かりやすいかと思います。はい、ビネットですね、ビネットを入れるかどうか、周辺原稿、はい、
はい、で大体こうできましたよ、まあこれでいいんじゃないのっていう風に、これが元ですね。で作ったのがこういう感じ。はい、でこのラットを、まあ、毎回作らなきゃいけないのかというと面倒くさいじゃないですか。このラットをね、一回作ったもの、これを保存するためにエフェクトプリセット保存っていうところをしていただくとですね、まあ、これを、例えば夕焼けとか入れて保存することもできるので、こういったですね、自分が作ったものをですね、プリセット保存しておいて、まあ、それをですね、こう一気に適用することもできるので、実際にやってみましょうか。夕焼け作って保存、カラープリセット、ここですね、夕焼けのやつができているので、例えばこれを消しました、元に戻しました、これを適用します。はい、これでさっきと同じものが出来上がるってところですね。ここをデハンサーのところに、ここに選んでいただくとですね、デハンサーのところに固めて自分が作ったものをですね、保存していくことができます。まあ、ある程度作ってしまって、それをですね、保存して後で適用してあげればですね、すごく簡単に扱うことができるので、ぜひですね、試してみてください。でこれの日本語版の簡単なものっていうのを下の概要欄の方にダウンロードできるようにですね、してますので、よかったらそちらも活用してみていただけたらと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、こういうふうにですね、簡単に使うことができます。こうバーを動かして感覚的にですね、まあ、作っていく形になりますので、まあ、そんなに難しいことはないと思います。まあ、英語がこれどういう意味なのかなっていうところを考えるところがちょっと難しいとは思うんですけども、それ以外は別にですね、まあ、他の Lightroom 用とかですね、 Photoshop 用とか Capture One 用とですね、使い方一緒なので、そっちが使えたらですね、こっちのですね、まあ、動画用も全然使えるので、その辺よかったら参考にしながらですね、実際にちょっと無料版使ってみて、そこから気に入ったら購入してみていただけたらと思っております。はい、というわけで今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I've changed for the better this timeI thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of